吉田智之さん。いや僕本当すごいいい出会いでしたこれは。はい。ここですか。あ、すいません。あ、はい。どんな人やろ。あの家族に乾杯という番組でして。あ、川口さんからあお電話いただいて。お邪魔してもいいですか。あ、今日いいですけど汚いですよ。あ、全然全然いいですか。じゃあお邪魔します。すごい、でもあんな若い方が。ああ。あれを書いてるって思うすごいな。うわすげえ作業場だ。おばあちゃんちなんですよ。あ、そうなんですか。すいませんじゃあ上がらせてもらっていいですか。はい、ちょっと。あ、全然全然全然。クリーナーはさるで。あ、はいどうぞ。あ、すごい若いんですね。あ、ずっと34ですね。あ、そうなんですね。すげえ。いや先ほど。はい、ギャラリーでたまたまあの電話でございました、はい、ありがとうございます。いえいえ、すごいかっこよくてなんか繊細で家来たらこんなんやったみたいな。いや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 、お邪魔していいですか。あ、どうぞ。いや感じのええ人やねこの人。すごいわ、いっぱいありますね。売れてないやつがね。まあこれなんかもなんか梅の絵ですけどね。梅ですかこれ。梅ですね。ちょっと埃まみれになってるけど、なんかこう時間も空間もなんか超越してる感じじゃないですか。全然いやんこれ想像させられる感じっていうか。ああ、そうあってほしいですよね、まあ、特にね余白の部分とか大きく取るのが好き。そこですよね。もともとこれもズボンに入れて割ってて、もちろん背景も室内の背景があるんだろうけど、そこはいらんなって、その足し算引き算と思うんですけど、やっぱ引くのって勇気がいるじゃないですか。そうですね、やっぱり足していく方が安心するじゃないですか、うん、お芝居もそうなんですけど、蜷川幸雄さんっていう、はい、あの演出家の方がまだ亡くなる直前に舞台やらせてもらったんですよ、うん、はいはい、とりあえずパワフルに思いっきり勢いでやったんですよ、うん、もう出して出して出して体全部使って、うん、したらお客さんが見てて疲れるって言われたんですよ。でそれを蜷川さんに相談したら、じゃあちょっと弾いてみって言われて、うん、でそっからあの出すところのシーンだけを決めて他全部弾いたんですよ。あ、したら評判が倍ぐらい上がって。倍はでかいですね。関西人ですね。だからまあってそういうことなのかな、なんか自然にこう掴んでて感じれることができる、それがズキって刺さったりフワッとしたりってあるんやけど、なんかそんな面白いですね。いや面白いですね。うん、俺多分ね永遠と入れますよここ。いやそうやと思う。すごい好きやった。あ、かっちゃんかっちゃん言って。かっちゃんなる。あれなんだ。